はい、どうも、ビクセヨスです。ちょっと、鼻がね、いつも通り、鼻詰まりがね、すごいんですけどもね。まあ、今回はですね、なんて言ったらいいんだろうな。もう、最近発売された特集っていう感じのが結構多いんですよね。なんで、初頭まだ、まあ、秋。悩む。最近すごい寒くなりましたよね。撮影日、御殿場にお仕事で行きましたが、クソ寒くて死ぬかと思いました。まあ、それはどうでもいいでしょう。まあ、今回紹介するのはこちら2台ですね。向きが違う。こちらがですね、TCN というね、まあ、そう多くは特注出さないと思うんですけどね。まあ、半年に1回ぐらい出てるのかな？それぐらいの頻度でね、出てる特注トミカですね。まあ、詳しくは後で紹介していきたいと思います。続いてこちら、プレミアムトミカですね。こちらはね、タカラトミーモールオリジナルのトミカとなっておりますね。まあ、開封していきたいと思います。ちょっとね、めんどくさいんで、2011の方から開封していきましょう。うわ、ちょっと待って。開封動画久しぶりすぎて、やり方がもうわけわからなくなってるな。よいしょ。ずーっと仕事だったからね。はい。ではね、2011開封していきたいと思います。まあ、その前箱見ていこう。まあ、箱自体は、まあ、普通の白い2011のね、色違い程度ですね。まあ、中身も色違いなんですけどもね。まあ、開けていきましょう。こんな感じですね。まあ、福袋がね、入ってますね。いつも通り。ではね、見ていきましょう。見ていきましょうとかね、出していきましょう。こんな感じ。なかなかかっこいいですね、こちら。まあ、どうしようか。その前にこっちだよね。続いて、TCN。TCN っていうのはね、なんか、そういうなんか組合みたいな感じみたいですね。どっちかっていうと。全国町のおもちゃ屋の会っていう感じですね。で、そのオリジナルトミカの第5弾ですね。実は TCN シリーズって僕今まで一回も入手したことがなくって、たまたまこの間ですね、TCN のおもちゃ屋さんに行ったら、売ってんのかな？この近くにある、一番近い店に行って、売ってんのかなと思って行ったら、あ、残ってるんだと思って。そう簡単にその転売屋に渡ってる感じのないみたいですね。転売屋が行けないぐらい遠い店にあるって言っても過言ではないかもしれません。まあね。早速ね、開封していきましょう。前置きが長いわ。これはさすがに。開かねえじゃん。トラックシリーズだから開かない感じか。こっち側の方が開きやすいかな。ではね、開けていきましょう。おー、ミシュラン。かっこいい。なにこれ。めっちゃいいじゃん。ではね、早速ね、見ていきましょう。まず 2000GT ですね。トヨタ 2000GT。まあ、以前もね、通常プレミアムの方で紹介したことありますね。で、こちらが通常プレミアムの方ですね。まあ、違いは本当に色が違うぐらいですね。見た感じ。で、赤の 2000GT なんてあるのかっていう、って思ったんですけども、トヨタスポーツ800、ヨタ8ですね、通称。通称ヨタ8が、赤あるじゃないですか。大体あんな感じみたいで、でも、ほとんどの 2000GT はこの白色なんですね。このピュアホワイトっていうのかな？こういうホワイト色で、で、あとシルバーもあったらしいんですけども、まあ、一番見るのはこのホワイトであろうと。まあ、例えばクレヨンしんちゃん、大人帝国にね、登場するのはこちらの白い 2000GT でしたしね。で、僕の地元静岡では展示されてる 2000GT がなんとゴールドなんですね。世界に3台しかない。そのゴールドが、ヤマハコミュニケーションプラザで展示されてますね。まあ、一回紹介したことあるかな？言ったことあるかな？ちょっとそこまで覚えてないんですけど。あとはトヨタ博物館とかね、トヨタコミュニケーションプラザじゃないよ。なんだっけ、お台場にあるメガウェブのヒストリーガレージにも確か展示されてますね。最近言ったら矢田部アタックの、仕様を再現した 2000GT も展示されてましたね。なんか 2000GT のその矢田部アタックのやつがなんか、本物は行方不明らしいですね。まあ、その話はまたね、トミガミュージアムの時にでもね、話したいと思います。まあ、アクションはね、サスペンションがついてて、ドア開閉のアクションもついてます。めちゃくちゃかっこいいですね、これ。ちなみになんですけど、2010の横に、このちっちゃい箱があるの分かりますかね？この箱。なんとですね、
何が入ってると思います？何、今の説明すんごいひどいね。何が入ってると思いますか？これね、なんとね、冷却水とかバッテリーとかそういうのがね、入ってるんですって。こう、左右両方あって、片方にバッテリー、片方にその、冷却水でしたっけ？なんかその、そういう系の、なんか冷却水だったかどうかはちょっと覚えてないんですけど、片方はバッテリーなのは確かです。そういうのが入ってるらしいですよ。何せ実写をさ、そんなにたくさん見たわけじゃないから、本当に入ってんのかっていうと正直、知らねえっていう感じなんですけどもね。まあそうやってもし見る機会があればね、見てみたいものですね。これ、これ終わる流れだ。間違い、間違い。続いてこちら、ミシュランのモータースポーツトラックですね。ミシュランってそもそもなんだよと。まあ、タイヤメーカーですね、まずは。で、あと、ミシュランってフランスのメーカーだと思うんですけども、三つ星レストランなんかでも有名ですよね。このマシュマロマンみたいなね、キャラクターがね。名前なんて言うんだっけ、この人。人なのか、そもそも。ですね。ちょっと待って、もう、調べよう。こういう、わかんないときはとにかく調べるのが大事ですからね。もう、言わ言わにするのは良くないですからね。もう、聞くこととか大事ですよ、本当に。うん。フランスに、本拠地を置く、タイヤメーカー。世界で初めてラジアルタイヤを製品化した実績を持つ。へぇ。へぇ。で、ミシュランマンことビバンダムというキャラクターらしいですね。通称ビブっていうそうです。日本語サイトではミシュランマン。雑やな。で、すごいな。ビバンダムの容姿から名前が付けられたミシュランタイヤ症候群という疾患が存在するそうです。まあ、こういう風になってしまう病気らしいですね。詳しくはよくわかんないですけどね。まあ、佐川急便のエルフ、通常品のエルフ佐川急便ですね。何番？わからん。59番ですね。59番の佐川急便、通常品の佐川急便ですね。あれをベースに、制作された、特殊トミカだと思われます。このようにね、ドア開閉のアクションがついてて、ちゃんとね、リアの部分がちゃんとね、この塗装に合わせて黄色い、扉となっておりますね。逆はこんな感じになってますね。すげえ再現度ですよね。この、ミシュランがいるとこう、ロンが、こっち側黄色いみたいな、何なんだろう、これ。かっこいいですね。いや、こんなかっこいいとは思わなかったですね。で、塗装の塗り分けもね、めちゃくちゃしっかりしてるんですよね、これ。ライト周りのね、塗装とか、ね、イスズの表記はないんですけども。ていうか、これ、イスズ表記がないっていうか、そもそも箱見ていただけばわかります。エルフとはまず書いてないんですよね。あくまでミシュランのトラック。イスズ車である必要はないというか、本当は実はイスズ車ですらないのかもしれないですね。この本物のミシュラントラックも。まあ実車見たことないからわかんないですけどね。まあ、かっこいいですね。なんかめちゃくちゃターンポイントとか綺麗なんですよね。他の特徴よりもね、なんかその辺こだわってる感がすごいあるんですよね。しかしミシュランマンってなんか年代によってはすごいホラーキャラなんですよね。これすごいですね、でも。今日これミシュランマンのね、トミカ、このミシュランモータースポーツトラックね、紹介するとき何と一緒に紹介しようかと思ったんですけど、 2000G っていうの存在をね忘れてましたね。これ 2000G ってもかっこよすぎますよ、はっきり言って。いや、赤の 2000G でもぜひ見てみたいものですね。あとね、まあもう余談ですけどもね、2019年1月発売のね、特注トミカ、最近さ、ホームページの方にね、アップされましたね。タカラトミーモール、というかトミカショップオリジナルトミカがランボルギーニカウンタックですね。まあ、これはちょっと欲しいなと思いましたね。続いてトイザラス。これがですね、以前ロングトミカと、86の、特殊トミカで出した、トヨタの、モータースポーツトラックセットというので紹介じゃないわ。販売するそうです。え、同じじゃんみたいな。
写真を見る限り違いがないんですね。ちょっと今回これは購入を、ちょっとね、両方持ってるんでね、購入を見合わせたいなと思います。そして、アピタは、まあ、いつも通りトヨタ2000GTの国旗シリーズと、どこの国か忘れた。もうこれはもう、いつも通り流します。で、続いて、最後か。イオン特注。久しぶりのマゼンタカラー、イオンカラーの、トミカですね。こちらは三菱ふそうエアロスターの、バスのトミカとなっております。実写が存在するかわかんないですけども、まあ存在しそうなんで、ちょっとこれは買ってみようかなって感じですね。もう特注トミカね、最近すごい多い気がします。めちゃくちゃ買わなきゃいけないっていうか、大変ですね。この間もジャフ買ったじゃないですか。バスも何台か買ってますもんね。もうちょっと特注トミカだけ結構な量出てますよね。まあそんなわけでね、今回はね、このトミカ、紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。